僕のラジオのレギュラーに愛子さん来てくれて、うん、一緒にトークしてたんですけど、はい、加藤純一の名前出る出る。純ちゃんの披露宴も愛子さん見てたらしいですね。親族全員に連絡しました。愛子が見てた俺の結婚式見てたってマジで LINE しました。だニコニコよく見てたみたいな、うん、純ちゃんのことはうんこちゃんって言ってたし、うん、もこくんのことはもこせんって言ってましたもん、ね、マジで嬉しかったわあれ。後日ね、はい、愛子さんから連絡があったんですよ。いやおいしくんのヤンタン出たおかげで、うん、すごい反響があったって言って、うん、ツイッターのさ検索画面あるじゃん、はい、であそこに愛子って入れて、うん、でスペースって言ったらサジェストが出てくるじゃん、うん、それのスクショが送られてきたんだけど、はい、愛子パンツマン愛子加藤純一すっごい反響ありました俺どんな気持ちになっていいか分からへんかったからわーって書いてわーって書いて